よし、今日も滑るぞ。お前元気あんな。昨日えらい遅くまで騒いでたのに。なんで知ってるの？まさか。あれだけ騒げば聞こえますよ。壁薄いですって何度も言ったのに。そっか、音だけなんだ。見られたのかと思った、あの格好。トークも結構際どかったけどね。ごめん、漢字、枕に鼻血ついちゃった？アホか！誰が好き好んでおめえの声に聞き耳立てんだよ。俺はちょっぴり立てちゃうかもな、聞き耳。カマはちょっぴり立てちゃったかな、聞き耳。ナオちゃんの大きさがとか、ユキちゃんの形がとか聞こえちゃった。作んな、クマ吉。してないでしょそんな話。っていうか形がって、それ今考えたの？私なんか変わってる？気にしすぎですから。というか踊らされてますって。もうそんなことより早く滑ろ。行こう先輩。ちょっと待った、く藤川さん、ちょっぴりあれですわよ。同じ人とばっかり滑りすぎですことよ。だってちょうどいいでしょ。千恵先輩と花村先輩はボードだし、クマとユキコ先輩は直角校ばっかで合わせてくんないし、幹事はナオト君気になるみたいだし。てめえ何言って。昨日もそれで自然に私と先輩がペアになったんだもん。私先輩とゆっくり滑ってるから、みんな気使ってくれなくていいよ。行こう先輩。完璧論破されちった。芸能人トーク力すげえ。感心すんのかよ。今回の旅行は全員にとって先輩との思い出作りという意味があります。つまりその全員が先輩と滑る時間を持ちたいと望んでいるはずです。やべえ、そっか、そうだよな。俺も先輩と思い出作りたいっす。なぜだろうな、お前が言うと別のニュアンスを感じる。なら私今日はボードやめてスキーにしよっかな。ずるいクマ。そういうことならクマも先生と恋のシュプール描くクマ。あのね、じゃあもう先輩本人に選んでもらいましょう。先輩すっぱりはっきり言っちゃって。まあまあ待てって、皆の衆、これ良くない流れだし、一部さっき漏れてる人いるし、みんな一緒に滑りましょうな。それがいいですね。ええお前がすっぱりはっきり答えなくてよかったぜ。この流れで俺選ぶのかよ。俺が刺されちゃってもいいんですか。じゃあまあ滑り行こうぜ。なんか意外、ナオト君に苦手なことあるなんて。どう？滑れるようになりそう？いえ、全く。ビビってねえで、もっとかかと開かねえと逆にスピード上がっちまうぞ。だから膝は内側に入れんだって。でもこれ以上開くと絶対転ぶから。大丈夫だっつってんだろ。滑っちまっても俺が止めてやるから。感じ優しい。私そんなの一回も言われたことない。おめえは教えねえでも滑れんだろうが。ま、優しく教えてもらうなら先輩のが断然いいけどね。え先輩、今日もかよ。滑るっつうか落ちてるだけだろあれ。単に止まれないとかなんじゃ。
まだ死んでねえとこ見ると止まれてはいいんだろう。あっ、千恵先輩と花村先輩だ。ヤッホー。様になってんなあの人ら。いいなあ、ボード。うまい人はかっこいいよね。でも今は断然スキーかな。先輩と一緒に滑れるし。邪魔しちゃ悪いし、そろそろ行こう。待ってください。せめて下に降りるまで一緒に。どっち行っちゃうかわからないんで。なら下までみんなで競争しましょう。話聞いてましたか。僕曲がれないし止まれないし。平気平気、下でちゃんと受け止めるし。でしょ幹事。お、それお前、その、おうよ。あの、じゃあよろしくお願いします。まあ、ナオト君緊張しすぎだって。ただまっすぐ滑るだけだ。またかよ。つかスキー使えよ。どんな滑り方だあれや。ふぬやっぱり僕歩いております。